はい、こんばんは。第三国志やっていきます。どうも、ハルポンです。ちょっとね、久々の投稿、3日ぶりか4日ぶりかな。はい、久々っすね。で、まあ久々の理由はちょっと、G20 の関係で、まあ、会社が休みになって、休みというか有給取らされたんですけど、まあ、そんな感じで休みになったんで、ちょっと旅行に行ってました。なんで、まあ旅行先では、Wi-Fi もあんま使えんかったし、そうやね、まあ基本的に、まあずっと遊んでたんで、遊んで飲んでって感じだったんで、はい、まあ動画はもちろん出せない状況だったんで、ちょっと久々になってるっていう感じです。はい。で、もしね、この帰ってくるまでに家にこのシーズン3の復興ガチャがなくなってたらどうしようかなって思ったんですけど、まああと28時間58分あるってことで、よかったです。ちょっとこっちの方を今回はね、引いていくっていう動画なんですけど、はい。引いていきたいと思います。で、前もちょっと、前の動画ちょっと喋ったんやけど、欲しい動画ね、じゃなくて、欲しい武将は諸葛亮と序章だけです。他はいりません、正直。ほんまに、まあ、太史慈は、ちょっと、1枚ぐらい欲しいかな、できたら。1枚欲しい。他は本当に、いらないな、ほんまにいらん。なんで、諸葛亮とちょっと序章欲しいんで、当てていきたいと思います。はい。何連ガチャかな？何回引けるんかな？950やから、55連ぐらいかな？55連ぐらいは引けるかな？正直、ちょっと諸葛亮だったら、もしね、多分、ほぼ当たらんと思うけど、ガチで当たったらちょっとガチャの方ストップしていきたいと思います。はい。見てください、この星5の提供割合5%。ただこの5%の中で多分諸葛亮が当たるのはさらになんか0.1%ぐらいになっちゃうかなっていうぐらい当たってない気がするんですよね。当たらない気がします。はい。まあとりあえず引いていきますね。早速狙いは諸葛亮と序章です。はい。あ、序章引いた場合は続けます。諸葛亮当たるかもしれないで。じゃあ、いきたいと思います。1回目。まあ、星4、2枚。まあ、この辺ね、揃ったら進化させて置いとこうかな。工場用とか。神道か。神道2枚目。まあ、いきます。シュシュンか。うわ、シュシュン、この前当たって分析にしたんですよね、集合。まあでも、とりあえず、星50枚よりはいいんでね。シュシュンは餌行きかな。はい、でももうめっちゃ餌あるんだよね、正直。はい、次。今何連回したかな？ 20 か。星4、3枚。いや、マジで当たらんな。やばいな。よいしょ。あと何回引けるんだ？ 4 回かな。あと4回引けるかな。 OK、 いきます。またシュシュンですよ。もうこいつ、あれやね、進化できるね。そう、シュシュンは。ラストかな？シオン1枚。
ちょっと待ってね、867余ってるんで、ちょっといけるかな。それであと1回いきます。ラスト、マジでシュシュ2枚か。もうどうせやったら3枚目欲しいな。進化させて大環境とかに使いたいわ。はい、諸葛亮は残念ながら当たらなかったっすね。ただシュシュ2枚か、シュシュ2枚か、そう。まあはい、まあ大体確率的にねそんな感じだったと思うんで、いやーしょっぱいっすね。刺繍2枚は3枚来たらまあ結構熱かったかな。進化させて、はい、じゃあ今日はこんな感じです。はい、終わりたいと思います。じゃあバイバーイ。